皆さんこんにちは、書籍ギフト TV のレイです。花です。今日はなんかショッピングセンター、モールに来てます。はい。なんかシティセントラルのところにたくさんのお店が並んでるところがあるんですけれども、そこに繋がってるというか、そこの中にあるデパートみたいなところに来てます。はい。でなんかデパートの名前がね、多分この上の。今ちょうど連絡通路みたいなところにいて、反対側に行くとそうだね、こうぐるーっと回るとこっち側にこうアーケードみたいな感じになってますね。結構大きいよね。大きいね。なんだろう、三越と高島屋がつながってるみたいな感じで、ああそう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 、なんかそういう感じをイメージしてもらうとパルコとダイエーとか丸井とか、そうなんかちょっとショッピングセンターとセンターがくっついてるみたいな、連絡通路みたいな、イオンとヨカドーが連結して、ああよくあるよねそういうの。まあそんな感じの場所です。でちょっとはお洋服が売ってたりとか、飲食店とか専門店がそれぞれ入ってたりとかっていう、本当に日本ともあまり変わらないショッピングモールをみたいな感じですね。はい。なんかあとキッチン用品とかね、そういうのもあったね。ちょっと今日はね、ここをまず散策していきたいと思います。イエーイ、行ってきます。行ってきます。なんか面白いお店があったら。左側のは下着屋さんですかね。あ、めっちゃ下着屋さんっぽいね。確かに。メンズのお洋服かな。なんかそうだね、メンズ系。違う。IKEA って書いてある。あ、IKEA って書いてある。でも IKEA なわけじゃないけど、なんかレシート風の看板みたいな。なんかね、立ってるね。家具かな。なんかそうだね、家具っぽいのはありますね。あ、なんかここさ、日本でも見たことある気がする。違うかな。多分なんかプレッツェルのお店。プレッツェルのお店。こんななんかいきなりあれだね、飲食店が入ってるっていう。ね。アップルマーク、あ、ここにアップルあるね。なんかあとノースフェイスとか、あ、見たことあるね。日本でも見かけるようなお店もあります。そうね。あとマックとかもありますね。さっきね、後ろのジョインなんとかっていうところでは、1階の方に化粧品売り場、本当にデパートの化粧品売り場みたいなのがあって、そこにもね、たくさん日本のように同じ感じでありました。そうだね、なんか普通にデパートのメイク、コスメ売り場みたいな、どこの国も変わらないんだなっていう感じね。なんかやっぱりデパートは同じような作りなんだね。あれってさ、結構ロンドンとかでもなかったっけ、違ったっけ。あったかも。ちょっと行ってみる。ちょっとあちらのお店キャット気になるんで行ってみます。多分雑貨ステーショナリー系かな。ペーパーって書いてある気がするね。いいっすね。いいですね。じゃあちょっと買ってみたいと思います。なんかこういうのとか可愛くない？切り絵みたいな。そう。やっぱでもハッピーイースターだから今の時期だけど。でも逆にさ、今買っとかないとイースターのものって買えなくない？そう、多分もう買えなくなっちゃうかもしれない。買えなくなっちゃうから、ちょっとやっぱね、記念にイースターのもの買いたい。そうですね。いや、かなりめちゃめちゃある。めっちゃ可愛い。なんかちょっとあれですかね、お求めやすいお値段になってますよみたいな感じのやつ。そうだね。多分3つ買うと2個の値段になりますよっていう。こっちで結構よくあるよね。ね。2、4、1。これね。バインダー付きメモみたいな。なんか。どうですか、そういう感じのやつ。いや、なんか斬新っすね。日本だったら絶対これビニールに入ってるなっていう印象ですけど、もう今使うもんだから、ここに直でねシール貼られてても気にならないんだなと。めっちゃちゃんとめちゃこれとかね、これをねめっちゃ貼ってある。ちゃんと剥がれるかなとですけど、そういう感じなんだなっていう。あ、なんかああいうちょっとラッピングペーパーみたいなのとかも。ペーパーリボンだ。あー、なんか紙でできたリボンみたいなやつ、ラッピングするときに使うやつかな。大きいプレゼントみたいな。ああ、デザインペーパー素敵。ああ、可愛い。テンションがめっちゃ上がってる。上がるよ。いや、ラッピングね、私そう、書籍ギフトっていうぐらいですから、ギフト大好きなんでね、すごいテンション上がるね。はい、というわけでね、なんかこんな感じで可愛いよね。なんかお店もすごい可愛いよね。可愛い可愛い。なんか雑貨屋さんみたいな感じだけど、ちょっとステーショナリー系とか。今コップとか売ってますね。お弁当箱とか。こっち側の方はお弁当箱とか。確かに。ステーショナリーだけじゃなく雑貨屋さんって。めっちゃ可愛くないこれ。面白い形の可愛い。上の方がちっちゃいっていう。なんかこうちょっと寸胴っぽいっていう感じ。花瓶にも良さそうな。こういうタンブラーいいね。あ、意外と重いな。意外と重いんだ。意外と重い。そうなんだ。結構しっかりした作りなんだね。カードなんだこれ。10枚入ってるカードですね。1039カラーって書いてあるんで、多分これが10枚入ってますね。あ、じゃあまとめて渡したい時というか、ね、なんかちょっと買っとけば一回いっぱい使えるみたいな。だってすごい可愛いよ。可愛いね。白張ってる。超可愛い。5ポンドとかなんで、まあ500円ぐらい。こっちの感覚ではね。そうだね。日本円だとまあ800円ぐらいです。なんかあとちょっとしまったりするのに良さそうな箱とか。確かに。これはあれだね。バインダーみたいな。バインダーだね。でも大きくなればいいんだ。すごい。結構大変だなって感じだけど。家でしまっとく系とか。そうだね。なんかあんま持ち運ぶっていうよりは収納用かも。可愛いね。なんか柄がさ、ファンシー系のちょっと優しめのと、ビビット系の強めのと、割とナチュラルな無地系のと、なんかその辺がなんとなくイギリス味を感じますね。確かに。イースターだからかな、結構ペールトーンが多い気がする。ああ、確かに。どうする？なんか買う？そうだね。なんか買ってってもいいかもなっていう気持ちではある。それすごい可愛いね。可愛い。柄が可愛いですね。シンプルなんですけど、もう金箔があるというだけでめっちゃ可愛い。金箔があってリボン、白いリボンついたら完璧だよね。完璧だよね。デザイン抜群。あ、こういうデザインも好きですね。なんだ旅っぽいというか。なんかちょっとね。ワールドワイドな感じ。アルバムだね。アルバムだね。なんかこういうのでも買ってアルバム後で作るとかでもいいと思う。楽しいし、なんかホストマザーとかに最後あげるのとこいいね。私がいた記録みたいな。いや全然いいんじゃない。そういうの喜んでくれそう。私のホストマザーは紙の写真が好きって言ってました。あ、フォトが。だからでも今もうデータばっかりだから、私はでも紙がすごい好きなのって言ってて。チェキを買ったので、チェキ持ってきたので、一回一緒に撮って渡したら、もう嬉しいってすごい喜んでくれました。わかり、なんかすごいわかるね。私たちも紙好きだからね。紙好きだから、そう。いいですね。楽しい。こういう感じでね、いいですね。いいです。なんかお店の雰囲気もすごい可愛いね。可愛い。ちょっとね、なんか買ってみたいなと思います。はい、こちらがね、花が購入したものなんですけれども、こういう感じで。イースターのカードを買いました。まあ、この季節にしかね、買えないものっていうことで、買ってみました。すごい可愛いですよね。これとかもすごい可愛くて。イースターのカードを買ってみました。はい、レイサイドの今日買ったものです。せっかくね、イースターの期間中なので、このイースターのカードをね、2種類購入しました。めちゃくちゃ可愛い。あとね、なんか選球カードはね、10枚ずつ入ってるやつを買ってみました。ちょっとシンプルめなのを選んだ理由としては、こういう風に作ったペーパーフラワーをね、こう貼り付けたりとかして作り込みたいなと思ったからです。はい、こういう感じでですね、カードを開く感じだね。中にこうメッセージが書けるよというようなものと、あと封筒がついてます。で、封筒も真っ白かと思いきや、ここにも少しね、ショップの名前ですかね、が書いてありますね。いや、エンボス加工でめちゃくちゃ可愛いです。いや、こういうのがあるんですね。しかもなんか封筒と、まあ、レターセットみたいなものでね、10枚ずつ入ってるっていうところにやっぱカード文化を感じますね。まあ、こう中だとちょっと、なってしまうけど、まあここデコレーションはね、いいんじゃないかなと。まあ、封筒ね、いなくてもいいしというような感じです。まあ今日買ったものはね、こんな感じになります。まあまたステーショナリーね、たくさん買いたいと思います。はい、というわけで、ステーショナリー屋さんを出てしばらく今歩いてますが、ちょっとお腹空いたのでね、ランチ取りたいかなと思います。そうですね、ご飯食べるとこ探したいですね。結構やっぱ人もね、やっぱ土曜日だからか、イースターだからかわからんけど、めっちゃ多いので、あー、ショッピングモール来てるなーっていう感じがしますね。ね、なんか結構そういう感じ、なんかやっぱ人がいっぱいいるって感じなんですね。やっぱザラとか H&M とか、日本にもあるお店も全然入ってるし、全然聞いたこともないお店もたくさんあるしで、楽しいです。確かにね。なんかこっちの方ではもしかしたら有名なのかもしれないけどね、あんま知らないお店とかも結構ある。そうね、一個一個見てたらやっぱ何日もかかっちゃうぐらいたくさんお店があるので、気になるところにちょいちょい入りつつ、とりあえずランチをね探したいと思います。はい、お昼探してきます。休日の混み具合はこんな感じですね。まあ結構ね、割と人いるなっていう感じの、そしてやっぱいい天気だし買い物日和って感じでしょうかね。おしゃれな感じのドーナツ屋さんがあります。なんかわかんないけど休日って感じがするね。なんか穏やかな、なんか午後の感じ、それぞれの時間を楽しんでいるっていう感じがあります。確かにね。こんな感じでございます。はい、というわけでね、結構人通りが、普段より全然あるって感じです。ね、外も気持ちいいし、中にもたくさん店があるんで、どこ行ってもね楽しいです。まだ全然見れてない感じが。そう、全部見ようと思うと相当みんな時間かかりそうな感じで、どっから見ていいかわかんないぐらいお店があります。そうだね、さすがにシティセンターというか、ね、ここは多分学校からも近いので、たくさん寄れるので、何回もきっと来てお気に入りのお店とかおすすめのお店を見つけるんじゃないかなって思ってます。そうだね、これからも何回も多分紹介することになりそうだなると思いますけど、私たちも同じのエリアになりそうな気がしてます。はい、じゃあね、お昼を探そうか。そろそろね、ちょっとちゃんとお昼を探していきたいと思います。はい、じゃあ今日はお昼、ここのお店に入ってみたいと思います。はい、お腹がすごいすきました。はい、お昼はちょっとね、ちょっとだけ野菜も入ってるパンにしました。ツナのフォークです。美味しい。ツナの味しっかりしてるんで美味しいです。で、あとはホットラテにしました。やっぱビッグサイズですよね。美味しいです。これがね、私たちの今日のランチです。はい、では今日のランチなんですけど、パニーニにしてみました。あとアイスのね、カフェラテです。いただきます。美味しい。なんか結構野菜いっぱいのやつにしたんで、野菜がいっぱい取れて美味しいです。はい、というわけでカフェでランチをしてまいりました。はい、美味しかったね。そしてね、ちょっとゆっくりして、外をね歩いてる人を眺めながら、あ、なんか休日だなっていう気持ちになりました。なんか気持ちのいい休日でしたね、今日。なんかやっぱ旅行だと、次どこ回ろう、あそこ回ろうってなんか時間がもったいないってなるんですけど、なんか最大限ね、こう回りたいみたいなのあるので、でもやっぱ住んでるからっていう意味ではすごくのんびりとした時間を楽しむことができてよかったです。よかったね、今日いい休日でした。ね、というわけで、またね、お送りできればと思います。はい、高評価とかもね、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。